で今回はこちらですね。これも、茶釜ですね。悩んでおりまして、まあこういうふうにねちょっとなっております。ちょっと、ね、何の方がちょっとですけども、まあこういうふうになってて、で、なかなかのあのいい敵のねものになって、本来はここにこの取っ手の部分があったと思うんですが、まあこれが、電月がなって、まあ、取っ手の部分がこう誰かがこう使ってたりなんかしたのかな、でなくなってしまいました。で中身がまあこんな感じになっておりまして、まあこれもやはりお茶箱とか入れて茶を湯立てて飲むものでないかなと思います。でこういう風にしまってね、まあお運びいただけるというものでして、まあなかなかこれもこれでいいなっていう風に思うねものではあるかなって思います。やはり日本人はやっぱりお茶が一番似合うかなって感じですね。でお茶っ葉を入れてお茶を蓋をして、これで昔のほらいろりとかねこう炊いてね、でお茶を沸かすわけ、お湯 お茶とかお湯を沸かして飲むというね、今こういったのないですからね、今のこの時代にね、あえてこういったものでこう飲んでいただけるっていうのもまたいいんじゃないかなと思います。今はね、そういうものからこうガスコンロの時代になりましたけど、まあ、あえてこうガスコンロにもねこういうお使いいただいて飲んでいただくっていうのもいいかもしれないですし、まあなかなかこういったのはね裏もこういう風になってていいなって思います。長年のねこう経過でちょっとこう汚れたような感じになっておりますけど、まあこれは仕方ないかなと思いますね。まあ取っ手の部分がちょっと唯一ないですけども、まあこういったものをお使いいただいてね、まあ買ってください、私のオークションで買ってくだされば非常にありがたいなと思います。というわけでご検討のよろしくお願いいたします。